皆さんどうもこんにちは。ここはどこでしょうか。正解は福島福島に来ています。もうすぐライブが始まるので私も今から準備をしていこうと思うんですけど、アプダニキこの会場でね、タヌクライブツアーで帰ってくるのが3年半ぶりぐらいということで、その時はまだ3期メンバーは加入してなかったので、今回この会場でやるの初めてになるんですけど、熱々に盛り上げていきたいと思います。めっちゃ楽しみです。それでは行ってきます。じゃーん、てってれー。こちらはなんとちなっちゃんさんのお母様から差し入れをしていただいたパンです。見てください、ここにかっこにって書いてあるくまちゃんのめちゃめちゃ可愛いパンをいただいてしまいました。福島の思い出がまた一つ増えてすごく嬉しいです。これはちょっとうちの母ちゃんにも自慢したいので大事にお家に持って帰ってから食べたいと思います。キャワスタート。おはようございます。なんとですね、ちーこちゃんめく途中ですが今日エモエモなものを見つけたんですよ。え、なんですか。じゃあニークラカメラをねちょっと急遽お借りして撮るんですけど、はい、ちょっとあそこに歩いてってもらってもいいですか。え、待って、目の前になんと2018年9月17日のサインがこんなところにありましたよ。ちーこちゃん、え、でも書いたの全然覚えてない。あ、覚えてないんだ。これをなんか各地に貼ってたの、うんうん、私。あ、そうだ、うち営業してたんだよね。この頃から広報担当として頑張ってやってたんだよ。すごい、ファーストツアーって書いてある。そうだ、初めてツアーしたんじゃん。サインってことで、ちーこちゃんがこれ、あだえ、全然字変わってなくてウケるこの時からこういうなんか達筆な感じだよね、ずっと。この時まあサインがなかったからだけど、署名みたいな。そうそうそう、すごい、みんなみんな、あ、ほーちゃんめちゃめちゃ字綺麗になったね、今と比べるとね。ほーちゃんこそ変わってないけど。いやいや、ほーちゃん綺麗になってんじゃん。もう剥がれかけてるから、ね、すごいね、こんなエモーショナルなのがありました。すごいね、頑張ろう。また今日はねこのメンバーにプラスして2期の歴史が刻まれてますからね、新メンバーちゃん、はい、新メンバーってでももうやっと来れた秋田だから、ニューアップが2期のここにねまた書いてサインもね、はい、で進んでいきたい、ね、でまた新しくなって秋田に来れるように頑張りましょう。じゃあちーこちゃん最後に意気込みを。カーラーよりも可愛く、イエーイとね。どうもこんにちは、私は今どこに来ているでしょうか。ドルルルン、正解は秋田です。ツアー秋田公園に来ています。ちょっと秋田は移動時間もあるので結構バタバタしていたりするんですけど、ちょっとせっかくなので今から、あ、秋田のいただいた差し入れの秋田の美味しいものをご紹介していきたいと思います。こちらがいぶりたくあん、いぶりがっこでございますね。結構人気商品です、人気の中で美味しい。こんな感じ。 これすごいです。すごい、いろいろいただいたんですけど、じゃん、なまはげの贈り物、かわいい。これお菓子かな、秋田県産米粉、なんか秋田のお米の粉を使ってるなまはげのお菓子。あとはじゃん、なまはげさんです。かわいいですね。なまはげってちょっとなんか怖いイメージありますけど、いいね、かわいい。きりたんぽもいただきました。おいしいですか。よかったです、ありがとうございました。金まん、これめちゃめちゃたくさんいただきました。アップガニキは金まん大好きな方がたくさんいるんで、もうみんなでね
もうめちゃめちゃ持ち帰ろうと思います。本当にありがとうございます。おいしい金マン嬉しい。アプガニキ2018年に書いたサインに、あー3期の名前も書かせていただきました。嬉しいです。本当にアプガニキの歴史が詰まってます、この秋田の会場に。本当に嬉しいです。イエーイ。本日は表参道の方に来ております。地元凱旋ツアーとしては、まあ、ここがラストですね。次は、8人体制ラストのライブとして5月22日の川崎クラブシタがあるんですけど、曲は終わりました。ちょっとバタバタしてて始まる前の映像が撮れなくて、まあ、実は今日新衣装だったんですよ。これ見ても分かんないと思うけど、ちょっときっとスタッフさんがなんか画像のテロップをここら辺に入れてくださるんじゃないかなと思うんですけど、今日新衣装と新曲8人体制ラストの曲誰だってアイドルを披露させていただきました。本当に今の私たちにぴったりな、そして皆さんにも元気をたくさん送りできるような曲じゃないかなと思うので、たくさん聴いていただきたいです。今の楽屋は、ライブ終わって、アフタートーク、アフターなんていうんだろう、エンディングソングが流れてます。最近のアプガニキの楽屋はオープニングソングでレイバーが流れて、エンディングソングで、香水を流すというのが流行っています。どちらもニキちゃんにてカバーさせていただいてる曲なので、よかったら見ていただけたらなと思うんですけど、そんな感じで残すところ5月22日となってしまったんですけど、最後まで私たちハッピー全開、そして皆さんにたくさんの勇気とパワーをお届けできるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。じゃん、こちらはニーナちゃんが公演中にメンバー一人一人にプレゼントしてくれた飲み物です。なんかこの名前入れたり味とかもカスタマイズできるみたいで、東京に売ってるおしゃれな飲み物をいただきました。私は、好きな色、メンバーカラーがオレンジなのでこんな感じになってます。お家に帰ってから、飲みたいと思います。楽しみです。ニーナちゃんありがとう。デン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 、はい、ということで、私はただいまどこにいるでしょう。正解は神奈川県の川崎市にいます。イエーイ、川崎クラブチッタです。本日がなんと、アプガニキ今まで地元凱旋ツアーをやってたんですけど、そのツアーファイナルということで、そして今回のツアーファイナルが8人体制ラストのライブとなるのですが、そのライブが今日終わってしまいました。オープニングとかいろいろ撮ろうと思ったんですが、結構バタバタしちゃってちょっと終わってからになってしまったんですけど、まあ、きっとね、なんかライブのなんかいろんな様子とかはダイジェストで入れていただけたりするのかな。ちょっと写真とかね。はい、ということで8人体制ラストとなるライブが終わって、まあ、これからアプガニキは新体制、そしてまーちゃんさんは歌を歌い続けるということで新たな活動をされると思うんですけど、まあ、今日は8人にとって、まあ、新たな道を踏み出す日となりましたが、なんだろううまく言葉にはちょっと表せるかわかんないですけど、もう本当に私にはまだまだたくさんやりたいことがあるので、これからはそれぞれの道でその夢をたくさん叶えて、皆さんと一緒に楽しい時間をこれからも過ごしていけたらなと思います。そして私の夢の中の一つは、まーちゃんさんと合同イベントをやりたいですねえ、リリースイベントとかになるんですかね、なんかそういうのもやりたいですね。ということで今回のライブは、
ソールドアウト、チケットがソールドアウトしてたくさんの方に来ていただいて、そして配信もあって本当に多くの方にお届けさせていただくことができたんじゃないかなと思います。これからの私たちが作っていく新たな歴史を見逃すなということで、これからも8人の活動を楽しみにしていてくれたら嬉しいです。イエーイ。あとはなんか取れそうなものがあったらちょっと帰り際に急いで取る。以上です。バイバイ。じゃん、見ていただきました。これはフラースタについてたやつです。メンバーそれぞれがいたんですけど、自分ももらいました。本当にフラスタとかもたくさんあって、改めて愛のある公演だなと思って思いました。イエーイ。まーちゃんさんのこれからのご活躍ご活動もとっても楽しみですと、アミタは申しております。何それ、アミタクッキー食べて。アミタクッキー、アミタクッキー、これはね、カジさんが楽屋に置いてくれたクッキーです。イエーイ。もらう。え、大丈夫、私大丈夫。おいしい。よかったです。ごめんね、喋んなきゃいけないのに、私が喋ってきます、一応。はい、紫。あ、ありがとうございます。うん、おいしい。